6月は環境月間ですが、平成19年6月23日、阿蘇市でも環境月間に合わせて阿蘇クリーン作戦を行い、国道などの沿線でゴミ拾いを行いました。阿蘇クリーン作戦には阿蘇市民や企業関係者、それに市役所の職員らおよそ500人が参加して、阿蘇市波の一帯の国道や県道、市道沿線でゴミ拾いを行いました。この阿蘇クリーン作戦は、毎年6月が環境月間になっており、全国的に環境保全の行事が繰り広げられていることから、阿蘇市でも阿蘇をゴミのない市にしようと行ったものです。クリーン作戦に参加した人たちは、霧雨の中、ゴミ袋を持って道端に捨てられている空き缶やペットボトル、紙くずなどを拾い集めていました。道端に捨てられていたゴミの大半は空き缶やペットボトルでしたが、中には粗大ゴミの洗濯機や掃除機、大型車のタイヤなども捨てられていました。阿蘇市のクリーン作戦はおよそ2時間で終わりましたが、小型トラック3台分のゴミが集められました。